いいっすよね。素人でも上手くなった感を出しちゃう。もともと IPA っていう種類がちょっとしたちっちゃい三脚みたいにこうやって乗せておくとか綺麗に取れますけど、ちょっと面倒かも。 iPhone でも大丈夫ですか？ iPhone でもいいんですけど、色がここ多分オレンジなんですよね、はい、なんで色が多分変わるんで、そういうフィルターも1個つければいいんですけどね。 iPhone でも十分だと思います。おいしそう。ルウェイダーパン、ウェイ、サン、そうですね、ドライですけど、一番マックスしたと思います。ちょっと明るすぎですか？大丈夫です。で、そうですね、するか、この属性をペースト、属性をペースト、そう、なしよりあ、ありの方がいいですね、はい、なんでここでちっちゃいゴリラポットみたいに置いてもいいですね。お願いします。はい、あ、ここのペンツールですね、はい、オーディオトランジションのクロスフェードと大体一緒なんですけど、はい、まあ、ここで1個打ちます、点を、はい、でもう1個点を打ちます。じゃあこれで変えれるんです。なるほど、まあ、分かりにくいけど、まあ、下げたり上げたり、はい、でこう自分で形を作れるんですね、まあ、例えば、すいません、例えば、あれ、なんで左側、例えばこういう感じとか、自分で音のこう形を作れる、ペン、ペン、ペン、このペンのやつ、あ、ペンツール、ペンツールで、これで、はい、これで微調整で、ツールペンとかを自分で調整できる、そうそうそう、なるほど、なるほど、うん、この T は、ここでタイトルすぐ入れれるんですか？そうです、そうです。ああ、それも知らなかった。でも、ちょっと使いにくいかな。使いにくいやつ。ああ、やっぱこれ、これですよね。それで、直接。あれ、どうやったかな？あれ？なんか変わっ、なんかアップデートで、前変わってどうするか分からない。モーション、グラフィック、ここにエッセンシャルグラフィック、あ、これか。そうそうそう。そっちに書くんですか？そうそう。ただなんかちょっと書きづらい、レガシータイトルの方が僕はやりやすい。レガシータイトルの方がデザインしやすいです。あ、こっちはこのエッセンシャルグラフィックスになるんですよ、はい、で直接打ち込めるメリットあるんですけど、あの、はいはい、デザインはしにくいです。やっぱりそうですよね。さっき飲んだのが NEIPA で、このグエイローっていうのは香港の IPA ですね。香港のアメリカスタイルと、お、香港のモザイクスタイルっていうのが入ってますね。香港もなかなか美味しいですね。中山さんのおすすめ。あ、本当ですか。結構やっぱするんですね、生じゃなくても。あ、そうなんですよ。 IPA は結構高いっていう、あのホップ大量に使ってるので。一番 IPA っていうのは何でしたっけ？インディアペールエールっていう植民地で、あの、イギリスがインドを植民地支配した時に、イギリス人がインドに行く時に冷蔵技術がなかったので、保存方法としてホップを大量に入れて苦味を出して、でそれで冷蔵がなくても耐えれるようにして、あ、そうです、そうです、その IPA で。ここのお店って基本エール、結構 IPA が多くて、でこのお店が結構、あ、でも僕も好きですね、やっぱり。アイディア、アイダホ、メーカーも。これがいいやろ、でもやっぱパンより瓶の方が美味しそう。おお、本当にここも毎週変わってますね。そうなん、同じのが半分ぐらいしかないです。見ても全然あ、でも結構ジャケットで見ても、あ、これもめちゃくちゃ美味しいです。あ、ただ、あ、まあ、大きいからか250割と高めですけど、まあ、台湾ビールが100元でルーチャオで飲めちゃうから安く感じちゃう、あの、高く感じますよね。全然違うものだからあれだけど、どれぐらいだろう、全然分かんない。
わかりました、わかりました、じゃあ IPA で美味しいやつ、ここは静岡のビールですね、全部。あ、そうなんですか。ここがあの僕があのその社長と会ったところですね。ここのブルワリーです。え、これですか。はい、ここです。1,2,3,4,5,6,7,7本は全部日本静岡県のブルワリー。夜な夜なエールとか知ってますか。夜な夜なは、はい、長野県のあのおい好きです。あれでも美味しいですよね。美味しいですね。ふるさと納税とか。あ、箱で買いました。あ、夜な夜なエールがもらえるんですね。そうですね。日本はふるさと納税。そこに税金を払うと、返礼で返礼品でビールとかお肉とかが。どうせ払うなら。どうせ払うならお肉の方が。そうそうそう、もらえる。ただまあただでもらうような。僕の一番大好きなモダンタイムスのオーダービール。我不知道怎么念。オーダービール、モダンタイムス。这是台那个美国的 San Diego 的 brewery， 应该是不是？然后台湖 brewery 进口的，那我有试试看。AZ Mosaic IPA， 我真的非常推荐的一家。では開けていきます。那我开。はい、おー、顔出しゃいいね。いきます。那我要试试看。好嘞，好了，有一点 fruity 的味道，然后有一点苦的味道，感觉好，好喝，谢谢。OK です。ありがとうございます。もう一個グラスもらいます。すみません。はい。グラスに書いてあるこれ日本のビールなんですけど、これ今置いてないんですけど水色のラベルで、確か長野です。これ長野いいですね。なんかビールが美味しい、なんかビールと水が美味しいっていうのが美味しいイメージ、それで僕も行ったんですけどビールも町おこしはちょっとあれでしたけど、ビールは最高でした。え、それインターンですか。インターンですね。じゃあ台湾、今の大学、台湾大学、そうですね、台湾の大学の。ハチミツ感はそんなに、あんまりハチミツ感ないですね。あ、でも確かに最後の締めの感じではいい。うん、そんなにホップの疲れが出ない。後味がハニー、後味がほんわりハニートーストを食べてるかな。若干ですね。でも全部、うん、でもこのぐらいでいいですね。あんまり蜂蜜すぎてもちょうどいい。結構ドライですね。うん、キリッとします、ね、キリッとして締めに意外と蜂蜜なのにキリッとして、うん、だから
デザートビールみたいな。これ台湾の会社。これ台湾の会社らしいです、ね。飲む場所はまだないって言ってて、こういうおろせしかしてないみたいな。テイスティングルームはないって言ってました。ただ価格はすごく安いですね。まあそうか、台湾で作る。そうですね。インポートしてないから。ちょっとトイレに。あ、はい。近くの人の目お前なりI'm going to go to the hospital.